普段の何気ない仕草、まあ、男女差あるじゃないですか、うん、それを元男の子の私と比較したらどんな風になるのかなって気になってるんです。私たちと違うのかな。例えば、うん、飲み会で飲み物飲むときとか男は肘を上げて飲むかな、女性はまあこんな感じで飲むかな。写真、うんうんうん、こう撮られるときってどういうことを意識してます？男は腕を組むかな。女子はこう小顔にしがち。どっちかっていうと肩幅が気になるから、うん、どうしてもこう体を横にしたあたりとかっていうのがすごい意識的にやってるけど、次はちょっと何、ここまでやるのっていうことがあるんですよ。手の広げ方。男はこんな感じかな。あーなんか女子っぽい。大きさを見せないためにちょっと丸みをつけた動きとか、手先とかもちょっとしなやかさを出したりとかして、